せっかくだね、格闘技の話というか、なるほど、ね、していけたらなと思うんだけど、あれ試合はもう決まってるの、次の試合は。そうっすね、まあ大晦日か、多分一緒の日だと思うんですけど、ね、大晦日はまあ天心に出てもらわないとね、雷神的にも困ると思うからね。でも相手は全然、相手はまだ全然っすね、決まってなくて相手が本当いないというか。そうだね、だから、うん、まあ出て盛り上げるっていうしかないかなって、まあ、天心くんの試合は見たいみたいなね、その相手というよりは、っていう感じになっちゃうのかな。でも本当にいないからね。本当にいないっすね。誰だろう、斉藤くん誰か見たい相手いる？まあ武尊選手ですかね。ああ、そうだね。なるほどね、武尊選手俺も見たいよ。どうなんだろうね、あんま言いづらいと思うけど、これは。まあ別にそこはね、なんかやるかやらないかみたいなタイミングいっぱいあったんですけど、ね、まあ条件が結局合わなかったとか、いろんなね事情がね、いろんな事情は本人同士はもうやりたいと思ってますし、僕は全然組まれればやっていいかなっていうのはあります。武尊選手もそうだと思うし、本当に難しいけど、俺も見たいな、普通に。どっちか進みます。え？言いづらいな、本人の前でね。どっちか進みます。どうなんでしょうね。でもさ、ルールとかさ、はいはい、条件とかにもよるんだ、体重とかも、はいはいはい、ね、うん、それで、あの体重差あります。体重差ありますね。武尊選手の方が階級上でしょ。あ、全然上。だからどっちに合わせるかでやっても結構変わってくれば、天心が上に合わせに行ったら武尊選手有利だと思うし、はい、軽い体重だったら天心に勝つと思うし、はい、もうルール次第でもあるんだかな。で、ルール半々で、ね、せやとするな武尊君勝つんじゃない？なんでやねん武尊君の KO 勝ちですね。ちょ待ってくださいもう。まあでもね、見たいね、本当に、本当にこれはね、近いうち見たいですね。まあそうっすね、もう組まれれば絶対面白いカードと。絶対面白いよ、本当に。東京ドーム埋まると思います、マジで。なんかでも東京ドームでやるみたいな話あるよ。あー、あのメガイベント、メガっていう名前か。はいはいはい、そう。あれ天心君話来てる？話は多分来てると思うんですけど、わかんないです。どこで止まってんのか具体的な話は来てないよね。でも同じ日に僕試合あるんですよ、ライズで。え、あ、あの四郎選手と。そうです、そうです、そうです。あれダメじゃん。そうなんですよ、だからどうにかなんないかなと思ってるんですけどね。だって東京ドームじゃないですか。だから興行主から考えると絶対出てもらいたいって思うかもしれないですけど、東京ドームってチャンスなくないですか？ない。選手としてもやりたいね。そうですよね。もうだって今後東京ドーム上がるとしたら、歌って踊ることにしないと東京ドーム上がれないんじゃないですか。うん、ない。それぐらいですよね。じゃあ香水歌しかないのかな。香水歌しかない。香水一緒に。でもそれでドーム上がるかって言ったら上がんないですよ。いや絶対上がんないですよね。競技者で東京ドームに試合あるって言ったら出たくないですか。出たいよね。出たいですよね。相手同行より出たいよね。出たいですね。その歓声を浴びてやりたい、やりたいです。結構有名だよね、あのね。まあでもまだ結構曖昧な感じだからどうなるかちょっと分かんないけど。そうですよね、まだはっきりしてないですもんね。はっきりしてない。まあその前に俺の場合大晦日試合があるから、はいはいはい、堀口選手と、はい、それ次第ってのもあるけど。いやー、いいっすね、大晦日。そっか、天心君も堀口選手戦ってるもんね。戦ってますどっちかと思います。いやー、でも条件ですよね。条件試合かなって思う。条件は決まってるやん。あ、決まってます。条件試合かなって。ルールは決まってる。ルールは MMA ですか。 MMA だね。キックボクシングルールで急にやりやさないでしょ。 MMA ですか。タイトルマッチですね。体重何キロですか。体重61キロですね。おー、なるほどなるほど。そしたら堀口選手 KO 勝ちかなって。芝居でいい。芝居でいい。いやいや、すいません。っていうノリですよ。いやでもどうですかね、いきなり復帰戦じゃないですか、堀口さん。堀口さん、いきなり復帰戦で海軍とやるっていう風に選んだのがまず。いやでも男だなって思う。そう、すごいなって思いますし、まあでも、あと相当自信があるんだろうなっていうのは、なきゃね、受けないしね、絶対。だから、今からあの堀口さんの動きのパターンを変えるっていうのは難しいなっても思いますし、俺もそれは思ってると思うんだよね。急に変われないと思うんで、急に足止めて戦ってくるかもしれないよね。そうそうそう。でもそうすると多分弱くなるんだよね。だから多分スタイルは変わんない。あの倒したカウンターあるじゃないですか。もうあれはもうなんだろう、完璧なカウンターでしたね。本当に完璧なカウンターだったと思います。ありがとうございます。いや本当に完璧でしたね。カウンターがめちゃめちゃうまい天心君に言われたら嬉しいね。いや本当になんだろう、僕ってサウスポーじゃないですか。
か、うんうんうん、で、堀口さんが王さんじゃないですか。あ、だからあれのクロスカウントはできないから、ね、あれできないんですよ、うん、で、堀口さんって対サウスポーめっちゃ得意だった。得意得意、そうそうそう、得意なんです。だからちょっと僕やりづらいなと思ってて、その試合して、まあその通りだったんですけど、うん、例えば右だったら来るところに合わせて、あ、一緒の狙い、そうっていうのを僕も狙ってたんですよ。狙ってたっていうか、まあ言ってたんだな、そう、そう、そう、それをやりましたから、うん、でしかも相手が、ね、めちゃめちゃ来るじゃないですか、うん、普通の選手だったら止まるところをバーンって来るんで、そうそう、ピョンって出すだけでもうほんと超事故みたいになるじゃないですか。効くんだよね。そう、そこでバーンって倒して、あれ僕見てたんですけど、いやー面白かったっすね。いやもうひっくり返りましたから、ね、やったな。でもあの試合でも負けると思ってたでしょ俺が。いやでも正直正直、あの負けるっていうか、確率的には堀口さんの方が勝つ確率高いだろうなとは思ってたんですけど、うん、でも KO で何かあるっていうのは、あの絶対海斗の方があの勝つ確率はあるっていうふうに僕言ったんですよ事前に。あ、そうなんだ、はい、すごいね、見る目あるね。そうそうそう、見る目あります。天心が頭いいと思うね本当に。格闘技能は結構あると思う。兄貴もね、よく言ってるの、天使が頭いいよって、うん、本当にあの子考えてるみたいな、そうすごい。格闘技のことに関しては、うん、負けたくないっていうのがあるんで、超考えてる。まあ、でも考えないとね、勝てないよね。勝てないですよ本当に思う、うん、格闘技って本当に頭使うなって思う。そうそう、これが本当